イランの仏教は、かつて、イラン高原周辺で展開した仏教について、記述する。イスラム教徒が権力を握っている、現在のイランイスラム共和国では、かつて、イランに仏教徒が存在したことを認めていない。これはナショナリズムに基づく見解であり、必ずしも学術性が伴うものではない。実際には、仏教徒が権力を握っていた、イルハン国が、 かつて存在しており、その頃に建造された仏教遺跡も残されている。なお、現在のイランにおいては、イスラム教徒経典の民以外の宗教は存在を認められていない。サーサン長期に成立したマニ教は、仏教を含む諸宗教を根拠しており、仏陀を預言者の一人と解釈していた。また、マニ教の教会組織は、仏教の創員制度から影響を受けたのではないかと、 する説もあったが、その後資料の発見などにより否定されている。ゾロアスター教神勘団のリーダーであったカルティールは、サーサーン朝君主であるバハラーム1世からバハラーム2世の時代に、絶大な権力を振るい、キリスト教、マニ教などと並んで仏教を迫害し、その胸を記した碑文を帝国各地に建設させた。7世紀半ばにアラブ人イスラム教徒がイラン高原を占領し、 ゾロアスター教徒からイスラム教徒に権力が移った。仏教からイスラム教に改修するガザン仏教徒であるモンゴル帝国の皇族フレグはバグダードの戦いによってイスラム王朝のアパース朝を滅ぼしイランの地にイルハン国を建国した。イルハン国はイスラム化した王朝であることが強調されているがそれが仏教からの改修であったことはあまり語られない。 傾向にある。イルハン国最初の首都であったマラーゲには仏教遺跡が残されている。イルハン国にはインド・イングル、中国から医者、学者、官僚、技術者など優秀な人材が集まっており、その中に仏教徒も含まれていたと思われる。イルハン国内では数多くの仏教施設が建設され、中国的な建築物も,も建てられた。 特に四代目藩のある軍は仏教に浸水しており、多数の寺院を建設した。しかし、愛軍の息子で仏教徒として育てられた七代目、ガザン藩は、権力基盤を強化するためにイスラム教に改修し、仏教を徹底的に弾圧した。彼は仏教寺院とゾロアスター教寺院の破壊を命じ、その僧侶たちに改修か、国外脱出を迫った。この過程は火山は、 最初ラシードアッティーに変算させた、収士に記載されている。なお、収士の作成には、イスラム教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒に並んで仏教徒も協力していた。火山の統治下で、イルハン国は大いに発展し、火山の弟で八代目ハンのオルジェイト時代には、最も平和で繁栄した時期を迎えた。火山の改修と弾圧によって、 イランにおける仏教の存在はほぼ消し去られたと見られている。現在、仏教遺跡ではないかと指摘されている遺跡は以下の通り。2002年には、日本人考古学者、樋口高安によって在テヘランのイラン国立博物館で、ファールス州から出土したガンダーラ様式の仏像19体が確認されたと報道されたが、同館はアフガニスタンからの盗品であると主張した。 これはイランに仏教が伝わったことがないとする、現体制の公式見解にのっとったもので、学術性はないとされる。ありがとうございます。